朝になりました。今日はですね、見ての通りピーカンでございます。すっごい晴れとるよ。ただいま、朝6時半ですね。キャンプの朝は、ちょっと早めというか勝手に起きちゃいます。そして今、水汲みに来ました。朝の水汲みからスタートです。今日もよろしくお願いします。ジャパントーボのアメリカンチャンネル。おはようございます。おはよう。朝起きて一番にすることは何ですか？今日は水汲みでしたね。水汲み、はい、水汲みをしてなんかちょろちょろっと片付け始めてます。そうね、もうちょっと帰りのことを意識しないといけないですね。これ早いな。いや、富士山がすごいですよ。がっちりっしょ今日。ちょっと待ってね。富士山にドン。うわ、すごくいい絵ですこれ。やば。この富士山からのトモ君、こっち見て。トモ君にピントがと。おお。素晴らしいですね。できるんです。トモ君とはもうキャンプ何回目ですか？富士山と何回目だろう。もう結構来てるですね。十行ってない。ぐらいかなぐらいじゃないですか。だいぶもう手際がいいもんね。どうですか、トモ君のアグレッシブさは。アグレッシブさはやっぱ最高ですね。振り回されてないですか？大丈夫です。動き回るの好きなんで。あ、そのどうだった？暖房めちゃくちゃあったかいね。まだまだあったかいもん。うん、かわいい湯たんぽじゃん。全然一日持つね、これ。これ何、ね、最新版湯たんぽってことかな。これ最高でしょ、むしろ最高。この見た目最高になるのか。最高でしょ、これ。さあちょっと紹介したいものがあるので紹介したいと思います。昨日の僕の寝床なんですけれども、普段はね、ツールームテント、スノーピークのツールームテントを使ってるんですけれども、ちょっとね今日は新しいテントを買ったんで紹介したいと思います。めちゃめちゃコンパクトな、テントなんですけれども、まず一番の驚きは値段1980円。そんな安いテントあんのかと思ったんですけど、イージーテント、まさに簡単に設置できますし、お値段の方もものすごい激安となっております。ちょっとびっくりしました。設営も本当5分かかんないね。3分ぐらいできます。中も意外に広くて1人はマジで余裕で、俺175センチなんですけど、全然、足も当たらない感じで寝られました。マジびっくりした。ちょっとね、ただねこれ薄いんですやっぱ。なんで、ツールームテントの中にこれを入れて、テントインテントのスタイルで乗り切りました。めっちゃ良かった。なんかこれ多分ソロキャンとかにめっちゃいいと思う。Vlog の中のプチギア紹介、今日のテントということで、激安イージーテント使ってみました。朝のホットサンドをいただいております。戻る前に食べちゃったじゃん。もう一枚やるの方なんつったの今ちょっと。うまいわよ。さあということで片付けも終わりました。片付け終了。片
片付けも終わりましたということで、楽しい、1泊2日のキャンプでした。ありがとうございます。ありがとうございます。シュートと、ウマちゃんとシンジ、シンジ映っとる？はい、はい、来てます。ありがとうね。ありがとうございました。ということで、また、新しいキャンプギアとかできたらまた紹介したいと思いますので、お楽しみにしておいてください。じゃあねー、バイバーイ。